新エネルギー産業技術総合開発機構 NEDO は、持続可能な社会の実現に向けて革新的な技術開発や実証を進めています。つながる新しい社会と未来、社会に実装される NEDO の IoT 技術をご紹介します。トリリオンノードエンジンの研究開発、2030年代には世界で1兆個の IoT 端末がインターネットに接続されると予測されています。さまざまなアプリケーションやサービスを生み出すために、企業だけでなく個人のアイデアを活かせる社会が期待されていますが、 IoT や AI を応用したシステムの開発は容易でないため、個人でも使いやすい開発環境の整備が求められています。そこで NEDO と東京大学、東芝デバイス&ストレージ株式会社、東芝インフラシステムズ株式会社、株式会社図研、株式会社スースボックスは、超小型で電池動作が可能な IoT システムを容易に作れるオープンイノベーションプラットフォーム、トリリオンノードエンジンの開発を進めています。1円玉台の超小型電子基板モジュールリーフを独自開発した専用コネクタでブロック玩具のように組み立てるだけで、さまざまな IoT、CPS 向けシステムの構築が可能。コイン電池でも駆動できる低消費電力性を実現しました。本プロジェクトで研究開発が終了したリーフ群リーフォニーは、仕様や回路図、パターン図などの設計情報を一般公開しており、商用にも無償で使うことができます。リーフォニーの活用事例をご紹介します。東芝インフラシステムズは、セキュアな IoT、CPS の実現に向けて、セキュアエレメントリーフ、指紋認証リーフを開発しています。セキュアエレメントリーフは、暗号鍵のように秘匿性の高いデータの保存や暗号化処理を行うリーフです。各種センサーリーフと組み合わせることにより、センサーリーフが取得したデータを暗号化することができます。指紋認証リーフとセキュアエレメントリーフを組み合わせることにより、指紋認証による厳格な本人確認を行うことができます。指紋情報はセキュアエレメントリーフ内に保存しているため、漏洩することはなく安全です。図研はリーフォニー向けの簡易設計環境を開発し、設計準備時間を10分の1に短縮しました。さらに複数のリーフ及び筐体を 3D 表示したデジタルモックアップによる設計検証を実現しています。こちらは環境パラメータ取得ウェブシステムの実証実験で、リーフォニーを搭載した無人搬送車が植物工場内のデータを取得しています。 IoT 分野ではこのように試作と実証実験をスピーディーに行うことが重要です。図研は手元ですぐに試作できるものづくりの新しい形として、アディティブマニファクチャリング技術に注目しています。また株式会社富士が開発した電子モジュール製造用の複合 3D プリンター FPM トリニティ向けに設計環境を構築、設計、試作、評価を行い、動作確認できる段階まで進んでいます。スースボックスではトリリオンノードエンジンを題材に技術教育向けのカリキュラムを開発しています。 3DCG と VR 技術を活用することで、場所や時間を問わないワークショップを実施することが可能です。ソフトウェアはアルドゥイーノと互換性があるため、数万本のソフトウェアを無料でダウンロードして使用でき、ソフト開発の期間やコストを大幅に削減できます。またコロナ時代の省人化やネット化、自動化システム、サービスの開発の大幅な効率化など、デジタルトランスフォーメーションを加速できます。 IoT、CPS 技術とアプリケーションやサービスをつなぐプラットフォームを確立することで、新たなアプリケーションの創出やテクノロジーの活性化による産業の活性化を実現していきます。トリリオンノードエンジンの研究開発、本件技術に関するお問い合わせ先はこちらです。 NEDO は革新的な技術の開発や実証を行い、成果の社会実装を促進するイノベーションアクセラレーターとして、社会課題の解決を目指します。NEDO